このようにこう社会体制を異にする遠く離れた地域においてこの共通した変動が起きているということの背景はおそらくこの時期地球が長らく続いた1万2,000年ぐらい前からずっと続いていた温暖な時期が終わりこの4,000年前の頃から今よりも寒冷な気候に転換したということが一つの契機になっていると思われます。この 一大イベントは多分共通した背景だと思うのですがそれが社会に及ぼした影響はそれぞれの社,あの社会によって大変大きな違いがあったと考えられます。例えばインダス文明の都市が衰退するとその後文明が復活するのにかなりの時間を要します。 それに対して、えー、中国新石器時代の場合はこの4,000年前にそれまでの大型都市が途絶するのと裏返しのように新しい国家王朝がスタートしたのではないかというふうに考えられます。